はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、YouTube へ外れなし、Amazon ギフト券がその場で当たるキャンペーンが開催中、早速、セブンイレブンでトライと。 いうことで今回はついにやってきました。ゆずひこチャンネルの視聴者さんが大好きな YouTube の話題ですね。まあこれまで僕のまとめ動画でもちょくちょくいい感じに紹介させていただいてたんですが、あまりですね、ぶっちゃけ活躍の場があまりなかったんですよね。まあ、そこで一つの動画として今回ですね、YouTube が使えるお店ですとか、確実に Amazon ギフト券が当たるキャンペーンも含めてお伝えしていこうと思います。 ぜひですね、まあ今回はいつも以上に熱が入ってるかどうかっていうのはちょっと謎なところではあるんですけども、最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。まずこのゆうちょペについてなんですけども、今出てるように入会金であったりとか年会費が無料で使えるスマホ決済アプリですね。まあ大体のスマホ決済はまあこういった使う分には無料で使えるということなんですけども、うん、ゆうちょペも一つのスマホ決済としてあります。 で、なんとですね、ゆうちょの講座数が今全国に約1億2000万講座数あります。なので、 まあ、大体、ちょって聞くと、まあ、小さい頃から、こう、貯金してたみたいな感じ、お年玉はとりあえず誘長に入れるとか、まあ、そういった過程って多いのかなと思います。まあ、僕もずっとちっちゃい頃から、とりあえず誘長は持ってました。で、それの後に銀行とか作ってたりしたの、地方銀行作ったりしたので、まあ、ほんとね、誘長はずっと使ってたんですけど、今はもうほとんどね、活躍の場は結構減ったっちゃ減ったんですが、まあ、これだけ今、口座数があるという感じですね。でですね、誘致ペの特徴というのを簡単にまとめました。今、ざっと4つですね。まあ、1つ1つ、 紹介していいこうと思いますまず1つ目なんですけども払い込み票の支払いが可能ということで、まあ、いわゆるその電気代とかの請求書があると思うんですがこれですねまあこれ支払えたり支払えなかったりするものもあるんですけども普段ですねこのコンビニとかに払い込み表を持ってって支払うことができるんですけどもなんとですねこの YouTube を使って支払うこともできますけどまあ他のスマホ決済もね最近結構支払えること多いですもんねまあ FINPay であったりとか PayPay ペペとかまあそれにちょっと近いのかなと思います 次なんですけども、クーポン機能が最近ですね。まあ、ちょくちょくクーポンというのがありまして、まあ、今ですと、まあ、ポプラとかで使える200円引きのクーポンであったりとか、あとは、ワタミとかでも使える何千円オフとかのクーポンとかも出たりするので、まあ、少し前ぐらいからこのクーポン機能っていうのが備わったので、まあまあ、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 あの、お得なクーポンも出てるっちゃ出てます。そして、このキャッシュアウトなんですけども、これなんか聞いたことあるって方結構多いと思うんですが、まあ、とある鉄道の券売機を使って、なんとですね、このキャッシュアウト っていう機能を使って現金を出すことができるんですよねなので例えばまあその悠長が使えない悠長というよりかはまあ ATM が使えないという時にその券売機の前まで行って でこのゆうちょペイを使ってキャッシュアウトを使ってそのゆうちょの残高からそのまま現金を出すことができるっていう機能もゆうちょペイにはあります他のスマホケースはあまり聞いたことないですねこのキャッシュアウトなのでゆうちょペ、まあこれ実際に使える日はなかなかないと思うんですけどもこれなんかこう震災とかあった時に使える便利な機能として一応あるみたいですあとはですねこれ口座残高確認可能ということなんですけどもこれ今までですねなかったのがちょっと不思議でたまらないんですけどもこのゆうちょペイには最近になって で、ゆうちょの口座残高を見れる機能っていうのが備わってるんで備わったんですよね <laughs>。これ、本当ゆうちょ pay がリリースされた時にあ見れるんかな？と思言ったらあれ見れないやんと思ってそうなので、最近になって口座残高で。まあ口座残高を確認できるようにはなりました。ちなみに一応ですね。これ、僕の画像なんですけども。今ゆうちょの口座ほとんどね。あのー、入れてなくて、今回試しに1000円を入れてる状態なので、まあ実際こんな風になっております。で次ですね。使えるお店なんですけども1意外とですね。ゆうちょ pay 使えるお店は以前より増えております。 っていうのも、このユーチ t u ペイは、この銀行ペイっていうのが使えるとこであれば、だいたい決済ができます。まあ、例えばで言うと、今一番上に出てる郵便局、これ意外とね、最近使えるようになったんですよね。で、あとはコンビニですと、ミニストップとか、キオスク、そしてセブ、あ、バナナチップ、そしてファミリーマート、ポプラー、スリーエイトとか、まあ、あと、スーパーマーケットですと、オークワとかサミットとか、そういったとこでも使えますね。まあ、郵便局に関しては、このユーチ t u ペイが使えるのは、まだ一部の郵便局でしかまだ使えないので、ここをご気をつけください。 あとは意外と家電量販店でも使えたりしますね。飲食でもそうなんですけども、家電量販店だと僕が知ってるお店だと、まあ山田電機エディオンとか、あとはベスト電機ケース電機とかですかね。そして書籍ですとフル本市場、あとファストフードですと松屋。 あの、券売機で使えるんですね。松屋とか松の屋でも使えます。他にもドラッグストアですと、こっちにある僕が住んでる地域であれば、ここからファインですとか、サンドラッグとかですかね。あと、セイムスとか、まあそういった後、有名なウェルウェルカツで有名なウェルシア薬局でも使えますね。そして、今回、ゆうちょペなんですけども、今ちょっとお題にも少し出てたんですが、ハズレなしのですね、そのキャンペーンっていうのが開催中なんですよ。 そうなんですよ。意外と、これまで、ゆうちょペイのキャンペーンって、そんな大々的なキャンペーンでなかったんですよね。まあ、あったとしても、最初の入会するとき、まあ、この、ゆうちょの登録をしたときにもらえる、500円ぐらいのばらまきのキャンペーンが目立ってて、それ以外は、ちょっと Twitter とかのキャンペーンも今も開催されてたりはするんですけども、あんまりこう、目立ったキャンペーンってなかったんですよね。それが今回、ハズレなし、ゆうちょペイの決済キャンペーンってのが開催されます。で、このキャンペーンなんですけども、2020年の3月9日月曜日から始まっ なっておりまして2020年3月31日火曜日までの3月いっぱいのキャンペーンとなっておりますなのでもうすでに開催中ということですねでですねこのキャンペーンなんですけども今出てるように決済後にその場で Amazon ギフト券を発行できるということなんですよねそうなんですよ今回はハズレなしという意味はこの YouTube で決済した瞬間に Amazon ギフト券が発行されるんですよ でですね、今回、アマゾンギフト券が発行される条件というものがありまして、それがこちらなんですけども、税込みで700円以上の決済を YouTube で行ったら、即時、即時でも m アマゾンギフト券が発行されるということになっております。で、そのアマゾンギフト券というのが今出てるような感じなんですけども、アマゾンギフト券3000円分が100本、アマゾンギフト券1000円分が270本、そしてアマゾンギフト券10円分が14万3000本ということで、まあ、これだけ のものが配布されるということなんですよねでですねまあ僕考えたんですよこれ まあ、普段ね、キャッシュレス系 VTuber として活躍、活躍、なんて活動させていただいてるんですけども、まあね、ここは、まあ、お得かどうかっていうのはもうぶっちゃけ置いといて、もうここは一言言えるのは、やるしかないと思ってるんですよね。そうなんですよ。もうやるしかないんですよね <laughs>。っていうのも、まあ、僕の中でぶっちゃけやってる人って、全国的に見ても多分なんですけど、本当にただの物好きの方ぐらいしかやってないのかなと思うんですよね。まだほんとこう、お店とか行っても、なんかこう、 y o u t u ペイで決済してる方をまだ見たことがないんですよね多分結構僕今まで多分これまで今この動画の中で失礼なことめちゃくちゃ言ってるかもしれないんですけどもまだ本当に見たことないんですよねでこれもやるしかないなと思いまして実際ですねもうやってきました <laughs> そうなんですよもうこれもう絶対動画のネタになるであろうと思って早速やってきたんですよもちろん使うお店はもうこれ刺した方多いと思うんですけどもこちらのお店ですよねバナーじゃなくてセブンイレブンですよねそうなんですよこれセブンイレブンで使った理由というのはまあ一つあり ありまして今ですねもうこの今ちょっとしたお得なキャンペーンというのがやってるのでまあ、それ後ほどお伝えするんですがそれを今回併用してまあ使ってみたという感じなんですよねまあ、実際にこの決済の流れまでお伝えしたいと思うんですがじゃんということでこちらあの YouTube への決済画面ですねこれ YouTube への決済画面から開いてで早速こんな風に決済してきましたご覧のようにですね ご利用ありがとうございました。お支払いが完了しましたということで、税込み今回700円以上が条件なので、まあ、ちょっとオーバーしてしまったんですが、782円、決済してセブンイレブンということで、ちょっと下の方にですね、こんな感じに、外れなし YouTube 決済キャンペーンがすぐに出てきます。抽選結果こちらということで、まあ、ドキドキの 超ドキドキの結果なんですけども、当たってると思いますかね <laughs> もう僕は結果知ってるんですけども、ドキドキの結果見てみましょうじゃんということで、当たりましたと言いたいところなんですが、よく見ていただきたいんですが、アマゾンギフト券10円分が当たりました。まあね。まあ僕も予想はしておりました。まあ、ぶっちゃけなんか本当、こう、ライバルが少ないであろうなとはふうに思ったんですけども、 まさかね、10円分っていうことだったんで、まあまあ、ちょっとだけ、ちょっとだけお得になったかなっていう <laughs>、っていう感じだったんで、まあまあ、結果、結果的にはまあ、まあ、全然動画のネタとしてなったんで、OK かなとは思います。で、今回僕が購入した商品こちらですね。あやたかを5本、そして僕の大好きなバナナチップスチョコ1個だけ購入しました。で、あやたか購入した理由っていうのが、これご存知の方多いと思うんですけども、今、セブンイレブンで LINEPay などで使える LINE ポイント50ポイントプレゼントという、対象のドリンクを1本買うと必ず もらえるキャンペーンというのがあるんですよね。 でですね。まあ、これを使って、今回は、購入をさせていただきました。まあ、なので、まあ、お茶が少し安く買えたかな。まあ、LINE ポイントと、今回の、まあ、この10円分の Amazon ギフト券と、トータルしたら、気持ちちょっとお得に買えたかなっていう感じで、まあ、本当はね、僕の本心はバナナチップスチョコを全部買いたかったんですけども、まあまあ、この会えたかと、今回は、使わさせていただきました。まあ、そんなこんなで、今回は、ゆうちょ a ーご利用の方限定外れなしのゆうちょ a ーの決済キャンペーンについてお伝えさせていただきました。まあ、ちょっとね、キャンペーンをお伝え するまで前振り長,長かったんですけども ま、少しはね、YouTube の魅力伝わったのかなとは <laughs>、<laughs> 思います。まあ、今回のサムネイルも YouTube を救いたいにさせていただいているので、これを機にね、一人でも、まあ、YouTube を使う方が増えてくれればいいかなと思います。まあ、お得かどうかは置いといて、まあ、これは普通に楽しめるキャンペーンの一つなのかなと思います。まあ、YouTube ほとんど使わないけど、今回の Amazon ギフト券ちょっと欲しいなとか、まあ、そういった方いらっしゃればですね、ぜひ使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。一応今回お伝えした公式の YouTube のリンクも下の概要欄貼ってますので、 ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今日ですね、まあ、ちょっとツイッターでも少し話題になってたんですけども、メルペイがですね、4月の上旬もしかしたらまたちょっとしたキャンペーンが開催されるかもしれないという情報が出ておりました。まあ、でもこれ公式のページもちょっと出てたんですけども、まだちょっと詳細出てないんですが、やっぱりね、ここ最近本当メルペイがね、いきなりこう3月ぐらいからグイグイグイってこう来てるので、 まあ、ここの4月もね、詳細発表されれば動画にさせていただきたいと思うんですが、本当にメルペンはね、毎回こんな感じの、もう本当に普段はこう、し、ゆあの、静かにしてるんですが、このキャンペーンをやるときはバーンって結構大きめのキャンペーンをやってくれるので、まあメルペイユーザーからしたら結構嬉しいなと思います。ということでまたこの発表もね、楽しみしたいなと思いますので、今日の動画は以上です。ありがとうございました。